この真っ白な大データっていうのは、こういう血塗られた過去を隠しているんですね。これがウォルトディズニーが見せたかった世界なんですよ。かなりすごいですね。施設になってるんですね。これあのやっぱりね。ウォルトディズニー自身が晩年ディズニーランドをなんで作りたかったのかって言うと、映画より次のステージに進んだっていう風に本人は考えたからなんですね。映画よりもう一つステージが上のですね。娯楽施設っていうのを作ろうとしてたっていうのがわかるんですね。 今日話すのはです、ね、その映画の「パイレット・オブ・カリビアン」ではなくてその元ネタになったです、ね、ディズニーランドアトラクションのです、ね、カリブの海賊の話ですね。カリブの海賊単なるディズニーランドのアトラクションだと思ってたら全体の10%ぐらいしか楽しめてないんですね。有というのもあれはです、ね、せあの公開当時ですか1968年かな19687年8年ぐらいの公開当時はかない 確かに世界最先端のロボット技術だったんですけど今見ると古めかしいまず動く部分が少ないしまあ機械的なオンとオフしかないしオンとオフしかないって言ってもあの普通の機械制御じゃなくて一回空気ポンプを通して。 でその空気ポンプによる膨らみであの動きを表現してるから、まあ、普通のモーターが入っているロボットよりはマシなんですけど、まあ、それでもですね割とあの動きは単調ですしでそのバックグラウンドのお話もですね、えー、昔カリブに海賊がいてで町を占領してこんな悪いことをし,てしましたというですねちょっと退屈は退屈なんですよ。で でもですね。今日の話聞いてもらうとですね。カリブの海賊10倍楽しくなると思います。切り口としてはですね。なんでカリブの海賊はニューオーリンズスクエアにあるのかっていう話からしようと思います。 東京ディズニーランドにもですねニューオーリンズスクエアという名前の場所はあるんですよね本家のはねカリフォルニアディズニーランド自体が割と最小限の面積であってるかそんなでかいわけではないんですけども東京ディズニーランドよりもうちょっと建物が多い、えー、世界観があの強い場所になってます東京ディズニーランドねレイアウトがすごくいいんであの辺りに立つとニューオーリンズの雰囲気味わえるんですけども。 カリブの海賊はウォルト・ディズニー自身がですね設計にかかった最後のアトラクションなんですよね、えー、ウォルトの死からですね3ヶ月経った後に公開されたあのウォルト・ディズニー最後にして最大の、まあ、プロジェクトだと思いますアトラクションとしてはですね、えー、ニューオリンズ・スクエアと一体になった施設なんですけれどもニューオリンズっていうのはですねあまあこれで説明しましょうか <laughs> せっかくだからここですねわかりますか この北アメリカの。でここねカリブ海じゃないんですよメキシコ湾なんですよね。カリブ海っていうのはもっとこっちの方でですね、えー、割とあのニューオリンズから遠いんですよ。でなんで、まあ、まあこの船2隻で今ちょっと僕が仮につけてるんですけど戦わせてる海賊船があるのがカリブ海という位置なんでニューオリンズってメキシコ湾に面してるけどもカリブ海と関係ないと。なんでこんな カリブ海とと関係ないところにです、ね、ニューオーリンズにです、ね、カリブの海賊っていう名前のアトラクションをつけたのかですねこれあの実際のアメリカのニューオーリンズにあるです、ね、フレンチクォーターっていうです、ねまあ、有名な場所ですねこういうです、ね、バルコニーがあるですね張り出しの,あの屋根と床が一体になったバルコニーがある建物これもそうですねずっと並んでるとで白い柱でその屋根を支えてるとこれがまあ特徴的なものがずらっと並んでるんですけども コロニアル風の住宅ですね。邸、えー、宅がずらっと並んで町の中心部はバルコニーだらけなんですよ。でこれもまあ、まあ、本物なんですけども現在も観光地としてニューオーリンズの町のど真ん中に残されてます。で東京ディズニーランドではこれはまあ,あのスケール小さいけど再現されてますので今度行ったらですね確認してみてください。じゃあその僕がさっきから言っているコロニアル様式ですねコロニアル様式とは何かって話なんですけども基本的にはねこういう建物のことなんですよ。 これね、上。特徴としてはですね、あの、白い羽目板にですね、バルコニーがついているような建物です。えー、羽板っていうのは何かというと、これアップにした感じなんですけども、ちょっとこれ古びた建物の,あの角のアップですね。こういうですね、あの、角材の板をですね、下からこう、はめていって、パンパンパンではめていって、釘打ちをしたですね、割とあの、簡単な作り方。 コロニアル様式は木材がわりとあの豊富に使えてですねで大工さんの人数がそこそこあるんだけど単純作業しかできない大工さんが多い場所に使うと、まあ、あの腕のいい大工さんがあまり豊富ではない。 とあの植民地でがあったインドとかですねあとアジあのア,ジアあとはまあアメリカ大陸なんかに比べるとヨーロッパってずっと寒いんですよでその寒いところにですね彼らは慣れたんですけどもところが彼らがいざ植民地にですね自分たちの邸宅を構えるとなると桁違いに暑い桁違いに赤道近いわけですねなのでですね、えー、日よけとしてバルコニーつけないともう無理なんですよ これもそうなんですけども1階も2階もです、ね、バルコニーで,です、ね、まず日差しを避けようとしているんです、ね。直射日光ができるだけ部屋の中に入らないようにしているこ,んなこのためにバルコニーというのはあるんですだから西部劇の街でも時々バルコニーがあるのはです、ね、日よけのためだと思うんですがエアコンが、ね、ないような時代ではこういうふうになります。で、で、あのー、何がが。面白いかと,いうとです、ね、なんでこれが パイレトオブ・カリビアンとは関係あるのかというとこれあの東京ディズニーランドのです、ね、パイレーツ・オブ・カリビアンの入り口なんですよここ入り口なんですねでここから中に入るようになってるんですけどこの建物自体はもう明らかにコロニアル様式植民地様式なんですねで、えー、不思議なのはですねインディ・ジョーンズにしてもですね他のアトラクションにしてもちゃんとそういうですね 世界観のセットになってるんですね。インディ・ジョーンズだったら未開地のところに急に宮殿みたいな石造りの宮殿が建っててそれが入り口になっていると。であの「スター・ウォーズ」だったら「スター・ウォーズ」っぽいセットになってるしあとあの宇宙関係のところもそうですしあ,のあれですよね「チキランド」もですね「エンターテイド・チキルームか」かあれもですね南の島のです、ね、ログハウス風の建物というかですねそういうふうになってるんですよ。だから、そそれぞれぞののアトラクションって、基本的にには、世界に合う。 建物になっているはずななのに、なぜこのコロニアル様式植民地様式にカリブの海賊だけ無関係なです、ね、こんなにカリブとあの場所が違うです、ね、あのニューオーリンズの街になっているのかです、ね、で答えはです、ね、この古き良き南部の街並みの地下に恐怖の過去へのタイムトンネルがあったってです、ね、このタイムスリップ施設だからなんですね。で このコロニアル風のです、ね、バルコニー建築の中入り口から中に入るとです、ね、川を下る船に乗せられるんですよ、最初。 で川下る船に乗せられてその川下りの船がもうすでに19世紀のアメリカなんですね150年ぐらい前の19世紀のアメリカ南部のですねにタイムスリップしちゃうんですよ。船に乗った瞬間からですね。で19世紀のです、ね、南北戦争以前のアメリカの南部っていうのはですね、まあ、すごいのどかな土地だったんですけども川なんですね。 あの僕らはあの船に乗った時に海に行ってると思うんですけども最初ですね船が通ってるところディズニーランドもそうなんですけどもあのカリブの海賊って水の中から木が生えてるんですね。で木が生えてで水辺にはホタルがいるんですよ。つまり、あれは塩水ではなななくて、淡水んんでですすね。川の流れなんですよで。最初にそのカリブの海賊に乗るとですね右側にですねブルーバイユーレストランっていうレストランの。 まあ,あ、客席が見えるんですけどもそこのです、ね、客席ともかなり、ね、距離がとってあるんですねなので客たちの話し声が聞こえないんですよでサービスしている女の人たちですねウェイトレスの人たちも南部美人サザンベルアメリカの南部のです、ね、150年ぐらい前の衣装を着てるんですよねで川との距離が離れているからですね話し声が聞こえないのでちょっとね死んだ世界っぽく見えるここら辺うまいですよねで、で淡水であって、川。 なのにっていう気が付くとだんだんこのカリブの海賊の面白がり方がわかるんですけどもゆっくりか川を下るボートなんですねでこれで周りにですね水上の,あの小屋が見えてたりでそこに黒人がハーモニカ吹いてたりという風景であこれ南部なんだアメリカの南部なんだあいわゆるこれって母なる川ミシッピ川だなっていうのがまあ ななんとなくわかるように作ってるんです、ね、僕らは日本人にはあまりピンとこないんですけどもアメリカのです、ね、南部中に住んでるとあこれも明らかにミッシッピガー川だってわかるような作りになってるんですけども。 であの東京ディズニーランドではアメリカ側になっているのもですね、えー、で蒸気船マーク・トゥ・エンゴが通ってますよねあれもですね、えー、カリフォルニアのです、ね、オリジナル版ではですねちゃんとミシッピ川側になってますのでああいう蒸気船の世界なんだっていうのがわかるですねでそのままですねお客さんを乗せた船はこのままゆっくりと、えー、ミシッピ川を下るんですけどもその後ですねもう。 別にこんなもん、さらネタバレでも何でもないんですけどもカリブ海の海賊に乗ってるとその26人乗りかなの船はですね一回ガクンと落ちるんですねそしたらその瞬間からその水の上に生えている木がなくなるつまり海になるんですねで海になってですねで海賊の洞窟が見えてその中に宝がいっぱいあるんですねところがそこにある海賊たちはみんなもう骨になってるんですね白骨になってるんですね海賊が滅びた時代に行っちゃうんですよ これも、やっぱりこの150年前の世界なんですね。えー、ミシシッピー川を下っている20世紀に入る前、19世紀の末ぐらいのつもりでミシシッピー川を下っていっ南北戦争の前だから、やっぱり19世紀の中間あたりかな。うん えー、ミシッピ川を下っていてでガクンと川が下って海の世界になったと思ったら洞窟があって海賊たちの宝があると洞窟は何かっていうとカリブ海の、まあ、海のに浮いてる島ですね浮いてる、まあ、島の洞窟のどこかにいまだにあると噂されている海賊の宝たちが、まあ、いっぱい積んであってでももう海賊たちは滅びていない。なそこで海賊たちの、ね、亡霊の声が聞こえてで俺たちの宝物を荒らすのは誰だ 俺たちの世界を連れて行ってやる、みたいなことを言われてですね。で、もう一回、ガクンと船が落ちるとです、ね、二回目に船が落ちるとです、ね、海賊たちが生きていた時代ですね。1800年代後半だな。あのだから、今からもう0百年近い前のです、ね、カリブ海にタイムスリップするようになっているんですね。だからあ,のあれって、見てるとあまりわからないんですけども、タイムスリップ施設になっているんですよ。二つの時代ですか？多分、そのカリブの海賊が公開された。 1960年代だったら100年前の時代なんですけどもう今の僕らだったら160年ぐらい前の世界になるんですね。160年前の世界に一度タイムスリップしてそこからさらに100年近く戻って18世紀の後半のですねカリブ海にタイムスリップすると。で海賊に支配されているですね街を見たりですねあとそれを外から艦砲射撃するです、ね、軍艦とこういうふうなものを見るような構造になってるんですよ。でこれも、実はです、ね、アメリカの なんか、か、闇の歴史というかです、ね、もう一つの歴史なんですね。あのお前らアメリカ人があの味わっている繁栄っていうのは実は俺たち海賊の作った血の歴史の上にあるんだぞっていうメッセージ過去からの告発みたいなもんなんですよ。でこのルイジアナ州ですねニューオーリンズっていうのはこのルイジアナ州ですねここら辺あのねじ実際の今のルイジアナ州って、まあ、このニューオーリンズを中心としたそこそこ広い 州なんですけど、昔はねルイジアナ領域っていったのめちゃくちゃでかかったんですよね。でルイジアナ州っていうのは、まあ、メキシコ湾に面してるんですけどもともとはですね フランス語なんですよね。あのルイジアーヌっていうのはですねルイ十四世のものとあの太陽王ルイ14世ルイのジアーヌのものっていう意味でですねここはあのフランス領だったんですよ巨大なフランス領だったんですねでちょっとわかりやすいようにですねこっち持ってきますけどもですねこの,あの黄色いところ黄金のにしてるところがこフランスですねでこの白いピンあのグレーのピン刺してるところが、えー、スペインです。 でこっちがですね,、えー、イ,ギリスですねイギリスなんですけどもこの辺がですね植民地をです、ね、世界中に作っていた国々なんですよ大西洋を挟んだここら辺の国々が。でえー 18世紀ですねその太陽王ルイ14世の財源ですねなんでその太陽王と言われるほどですね力があったのかというと財源は中部アメリカからですね採掘した銀の鉱石をですねメキシコ湾沿いの、えーですね、ルイジアナや、ね、ミシシッピーなどで、まあ、精錬して銀貨にして精錬自体は中部アメリカでやったかなメキシコでやっていったで銀貨にですね作り直すのはですねこのメキシコ湾近くのですね ここ,ら辺ですね、ここら辺の都市でやってで船に積み込んでですねでこのメキシコ湾を出てカリブ海を通ってバミューダ海域に入って大西洋をずっと北の方に行ってです、ね、と北東の方に行ってですねヨーロッパまで運んでたんですねで、まあ、同じようなことは当時あのイギリスやスペインフランスもですねやってたんですけどもですね同時にここに行った船はその後空になって。 船をです、ね、アフリカまで持って行ってこの辺ですね、えー、象牙海岸の辺りで,です、ね、大量の黒人を刈り取ってです、ね、で黒人を山のように乗せてもう一回アメリカに来るわけですねでアメリカに連れてきてルイジアナやミシッピーに降ろすす。わけで,すでこういうです、ね、三角貿易っていうです、ね、アメリカからです、ね、銀を運んでそしてその空船をです、ね、アフリカに持って行ってでそのアフリカからです、ね、黒人を山のようにです、ね、奴隷として捕まえて アメリカ大陸まで持ってきてですね。で、そこでアメリカでですね。プランテーション農園っていうですね。奴隷を作っていた農場をやっていたわけですね。まあ、ひどいことだと書いてるんですけど、コメントにもあるんですけど、まあその通りですね。ひどいことをですね。ヨーロッパ中がやっていた時代ですからです、ね。なんかあの人たちが今知らぬ存ぜぬ。当然通すのを見たら文明国というのは基本的に過去やったことをちゃんと。 反省するんではなくてですねいかになかったふりをするっていうのが俺文明国ののなななんじゃないのかなと。確かに過去100年ぐらいのことは隠しようがないからこれはもう認めて謝ってもいいんですけども100年以上経ったことはこれはもう歴史上の大先輩ですね大英帝国の皆さんとかですねフランスのです、ね、皆さんイタリアの皆さんスペインの皆さんがですね本当に人類の歴史上ひどいことを山のようにやってるんでですね私もういかに知らんふりをしてですね それよりはそういう植民地支配をやったおかげでいろんな国に文明例えばキリスト教みたいなのをですね持っていたという面をするしかもうないのかなと僕なんかもう思っちゃいますよねまあまあひねくれた考え方なんですけどもですね。で このですね、奴隷船はまあまあまあまっすぐ行けたんですけどここで積んだ膨大な銀貨ですねこの銀をですねたんまり積んだ船がですねこのカリブ海でお互いを襲っているっていうか、まあ、襲う専門の船まで作ってそれのことを海賊船というふうに言ったわけですね。この銀を狙ってですね、えー、海賊船がですねカリブ海に増えるようになったんですね。これが、まあ、カリブ海の海の賊です。 これ、フランスもやったんですけどもやっぱり一番熱心になったのはスペインなんですよ。なんたってスペインがあのこういうことの本場だったんですけどもそのスペインの持ってる無敵艦隊というのをイギリスのネルソンといとが破ってですねで、えー、イギリスの力が相対的に一時期すごく強くなったことがあったんですね。でそれに対してですねフランスがどんな意地悪を考えたのかというとアメリカの独立を応援したんですよ。 当時アメリカはですねフランス領だったんですけど基本フランス領のルイジアナが多かったんですけど基本的には全部イギリスの持ち物だったんでこのイギリスのです、ね、パワーを落とすためにです、ね、アメリカの独立を支援するってことをですねフランスさすがですね陰謀にかけてはもう日本うぶな日本人なんて絶対かなうはずがないですねこの三国たちっていうのも本当にすごいんですけどもフランスはですねつまりヨーロッパの覇権争いがこのアメリカの独立戦争 につながるんですけども独立戦争が終わった後、ですねアメリカの合衆国の3代目の大統領ジェファーソンはですねもうこれずっとアメリカのです、ね、ど真ん中の一番豊かなところがですねよその国のもんだったらどうしようもないのでルイジアナ全部でで買いたいたたと言ったんですねで。その時にもフランスはですねルイ王朝が終わってですねナポレオンになったんですけどナポレオン一世になったんですけどナポレオン一世ですね さて、いいいくらぐらぐるのかと。最初アメリカは、ね、2,000万ドルぐらいかかるんじゃないのかなと思ったらです、ね、ナポレオンはいや800万ドルでいいよってうう言ったんです800万ドルだったら買いますわって結局880万ドルぐらいで買い取ったんですよね。 880万ドルというです,すごい安い値段で手を打ったのかというとちょうどナポレオン1世はです、ね、イギリスに対して喧嘩を打ってたわけなんですね。で、えー、イギリスこの880万ドルを資金にしてフランスとイギリスとの戦争が始まったんですけどただナポレオンはですねそのワーテルローの戦いで,です、ね、歴史的な敗北をしてしまってこの880万ドルというのは無駄に消えちゃったんですけども、まあ、こういう事情があったんですよ。 で,でまあイギリスはですね、えー、まあまあ,あのアメリカをです、ね、独立させられてしまった仕返しをです、ね、ちゃんとフランスに対してワーテルロの戦いで復讐したんですけども基本的にはですねそのカリブ海でですね銀。 をですね、採掘してカリブ海から、えー、銀貨を積んで,です、ね、ここで海賊が暴れる時代っていうのは徐、ね、徐々に徐々にに終わりを迎えたんですね。それは何かっていうとヨーロッパの方の戦争が今言ったように激化してきて植民地支配っていうのはだん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 うまくいかなくなってでどん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 、まあ、アメリカのようにです、ね、独立を最初フランスはアメリカの邪魔をするつもりだったんですけどフランスが持ってるところもです、ね、アメリカに買い,取れたり買い取られたりしてですね18世紀の末の特有の巨大な植民地を持つ っていうののが、それぞれぞ国でででだだんだんんききなくなくってきたんですけど。まあ、日本はねまだその最後の時代に乗,り乗れるんじゃないのかと思って日露大戦から日米戦争の方まで行ったんですけどまあ、無理だったんですね。で、まあ、これがこのカリブ海の海の賊が <coughs> 生まれた原因です。アメリカ大陸で取れた銀でですね銀で作られた銀のコインをお互い奪い合うためそのために海賊っていうのは国家のバックアップを受けたですね あの海賊と言いながらもです、ね、無法者の集団というわけではなくてです、ね、中にはイギリスのエリザベス1世女王の,です、ね、あのバックアップを受けた海賊とかもあったという話はまあ僕別のところでしました、えー、だからアメリカ南部特有のこの真っ白な邸宅ですねこの真っ白な大邸宅っていうのはこういう血塗られた過去を隠しているんですねこれがウォルト・ディズニーが見せたかった世界なんですよ。ニュー・オリンズ・スクエアっていう バルコニーががあっって真っ白な建物がな並ぶと。それはコロニアル形式つまり植民地形式って言われるわけですね植民,地形式植民地の中でひときわでかい邸宅大邸宅の中に客が入ったらその中に古き良きミシッピ川つまりフランス領ミシッピのです、ね、ルイジアナのですねルイ14世のものという土地を流れているでかい川 をリバーボートが流れてで川へりにはです、ね、小屋があって黒人が釣りをしていると一時、夕方の重労働奴隷労働の後のほんの一時にの休みを楽しんでいるところを僕ら船で通ってですねそしてカリブの海賊たちが、えー、お互いに殺し合ってた世界に行くというですねかなりすごいですね <laughs> 施設になってるんですね。 これあの、やっぱりねウォルト・ディズニー自身が晩年ディズニーランドをなんで作りたかったのかっていうと映画よりなんか次のステージに進んだっていうふうに本人は考えたからなんですね。ジェームス・キャメロンがこれからはは映映画画ではなくて、だというふうに言ったのと同じようにですねウォルト・ディズニーはこれからは映画のように一回体験したらストーリーが分かってしまって一つの物事を一つの角度しか一つの人物でしか見れないものっていうのはもう古いんだと。 そうじゃなくて、このような施設を使って中を自由に人間が歩けるようにしてそしていろんな方向どこを見ても驚きがあるようなアトラクションというのを用意してでカリブ海の海賊というのをやったら子どもには完全懲悪の世界に移るし で、ちょっと怖がりになってきた、小学校高学年ぐらいの子供たちにとっては。カリブの海賊の血塗られた歴史で怖いものを見せるんだけども。大人が見たら、あ、アメリカの歴史ってこういうふうにできてたんだとわかるような。そういうなんかこう、映画より、もう一つステージが上のですね。娯楽施設っていうのを作ろうとしてたっていうのがわかるんですね。十、二十世紀のですね。まあ、公開当時ですね、ニューオリンズの地下にですね。十八世紀のカリブ海の世界があって。そこに二段階のタイムスリップで、観客を連れて。 もう一つの隠されたアメリカの建国神話が体験できる。 そんまあ本当の自分たちは何だったのか自分たちはヨーロッパから来たいわゆる正教と革命で,ですねキリスト教の神髄みたいなものを持ってそしてヨーロッパに住めなくなった人たち全ての移民を受け入れるぞっていうアメリカの建国神話のもう一つの裏にはですねヨーロッパの世界から迫害されて奴隷労働にされた黒人の人々やそれやですねアメリカにですね追い立てられていってですねで現地で住むように言われた ヨーロッパの金持ちたちは相変わらずヨーロッパに住んでるんですけど、現地に住んでいるですね。その黒人たちを使っているご主人様の白人の人たちも所詮はヨーロッパの支配階級のです、ね、現地マネージャーにしか過ぎないわけですね。だから、そういう風うなアメリカのですね。何かこうこんがらがった。おかしい。歴史っていうのを体験させるのが目的なのがカ下流界の海賊ですね。これってね。 いわゆる黒人とあの南米の原住民たちをです、ね、ほとんど滅亡させて繁栄したヨーロッパっていうのはです、ね、やっぱりもう一つのアメリカの負の歴史です、ね、マイナスの歴史であるです、ね、先住民族をです、ね、インディアンと呼んで,です、ね、彼らから土地を奪って白人国家を作ったです、ね、アメリカというのも関係してくるんですね。だからディズニーランドがこだわっているもう一つがです、ね、西部の世界なのはそれなんですよ。あのやっぱり ノスタルジーもあるんですけど一体何の上に自分たちのノスタルジーができているのかですね原住民からですねアメリカの原住民から一方的に土地を奪った歴史をですね建国神話としての荒くれ者たちの話に塗り替えるしかなかったんですねだから凶悪なインディアンとかです、ね、残酷な海賊たちっていうですね悪役をでっち上げないとアメリカ人っていうのは正義を語れないような精神構造になってしまったこれがまあ岸田州がですねそのアメリカを精神分析するっていうですね まあ本で、1960年ぐらいにですねなんか大ヒット飛ばした本があるんですけども基本的にアメリカが持っているパラノイア構造ですねどっかに悪いやつがいるっていうことにしないと自分たちがやってきたたった200年しか建国の歴史がない国家今260年ぐらいですか250年ぐらいかなあるんですけどあのもう自分たちがやった悪いことがヨーロッパ人のように もうよそもみんなやってたしもう,もう今はいいじゃんというふうにどうしても思えないんですねアメリカという土地を愛すれば愛するほどです、ね、自分たちが黒人に対してインディアに対して何をしてきたのかというのを自覚せざるを得ないので彼らの精神構造というのはこのようなパラノイア的になるんだというふうにです、ね、岸田州という人がアメリカを精神分析するという本で書いてますの、ね、で興味がある人は読んでください。